家紋は松本清張の短編小説。小説新潮1967年4月号に12の紐第3話として掲載され、1967年12月に短編集死の枝収録の一作として新潮社より刊行された。1990年2002年にテレビドラマ化されている。市原悦子による朗読 CD が2003年に新潮社より発売された。粉雪の舞う1月16日の夜、北陸地方で農業を営む生田一之助は、本家からの使いと称する釣鐘マントの男に呼び出される。本家の当主の妻、杉の容体が良くないとの話を聞き、一之助はマントの男と外へ出る。23時半頃、マントの男は再訪し、杉の容体が急変したので、一之助の妻、美奈子と娘、雪代も本家に来るよう求める。熱を出していた雪代は、隣家の主婦、おふさに預けられ、美奈子は、マントの男と外へ出ていく。それが、雪代の見た母親の最後の姿だった。松本清張スペシャル、家紋。1990年2月6日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて放映。視聴率 25.0%。再放送。二次使用の禁止。本作のロケは、地方のある宗派の寺を借り、本物の和袈裟を借りて行われた。放送直後、宗派本寺から殺人犯が着用した和袈裟は、当時の紋が入っており、作法も同派を指す箇所が随所にある。当時を特定し、その僧侶、門信徒を冒涜し、宗教活動を妨害するものとして、断固抗議するとの抗議を受け、交渉の結果、今後再放送を一切行わないこと、ビデオ化などの二次使用もしないという約束をもって妥結した。松本清張没後10年特別企画、家紋。2002年8月18日、BS ジャパンの BS ミステリー枠にて放映。地上波では、同年8月21日、テレビ、東京系列の女と愛とミステリー枠にて放映。視聴率 15.5%。ありがとうございます。